はい、どうも、グリラジです。今回もゴーストブツチマプレイしていきます。ですね、今回はですね、ゴーストブツチマアップデートされて、この新しいモード、名人気象かな？あ、クロード気象か。多分。っていうモードがね、追加されたんですよ。これはね、オンラインで協力してプレイできるという、ゴーストブツチマをね、ちょっと楽しみなんで、楽しそうなんで、ちょっと今回こちらをプレイしていきたいと思います。オンライン協力プレイです。スタート！これゴーストブツシマ気象やんな。これ多分かつて対馬の振ることを記した。島根のおじさん、こたびは人知れぬ戦いを語らん。音でかいな。こんなもんでかくね。気のせい。まあ、いいか、迫力あるし。グラフィックが相変わらず綺麗。恐ろしき変化が民を脅かしておる。なんかガンダロスに似てない。助けを請う者の声に導かれ、クロードが冥府より蘇る。これが使うキャラクターたちかな。なんかね、この4人がおって、それを1人ずつ選んで協力プレイするみたいな感じやったはず。なんか侍、おお、怖っ。ゴーストブツシマレジェンズ、エイペックスレジェンズみたいな。もう怖っ。コモダの浜に降り立ちしとき、ほうほうほう、恐ろしき鬼どもをあまた島へと解き放った。鬼と戦うんかな。鬼滅ですね。鬼は情けすら持たず人を喰らう化け物。しかして対馬のクロードたちが立ち上がる。クロードは一人のみというものもあるが、誠は四人なり。はい、四人と。一人目は侍と合するクロード。侍。誉れ、一族、故郷のため刃を振るう強者だ。これ堺家の鎧ですね。かっちょいい。気象、侍。これはなんか最初にやるのは多分あれかな、チュートリアル的な感じかな。クロードは恐れを知らず、いかなる苦境にも立ち向かう。ほん、なんか今出たぞ。あ、行くぞとかある。なんか選べるんですね。会話できるんや、これで。来た。石の肩しかないんや。あ、ちょっと違うかもしれん、肩。石でも。あ、そんなことない。そして守り、これを知らねば戦には勝てない。守り、鬼がよ。なるほどね。結構操作性は一緒やな。猛虎兵を倒せる。猛虎兵じゃないよ、鬼やぞ。首を切らねばならぬ。鬼は許さん。ふんふんふん。防ぐことのできぬ攻撃もあるが、動きを見極めて回避すれば恐れることはない。かしこまり。うわ、え、待って、切っちゃった。ああ、いや、動かへん。はい、なんか知ってることやってるぞ俺今。クロードが扱うリングの一つは敵の動きを止めるクナイ。クナイ。あ、投げれへん。あ、アングの使い方がちょっと変わってる。槍が相手であろうと鍛錬を積めば破れることはない。鬼は一匹たりとも許さん。なんこれ、煙玉か。母さんの敵。
族の形覗いた。禰豆子、禰豆子。よし。神の癒しを得るべくクロードは太鼓を打ち鳴らした。なんかあるぞ。いた、クロッド。なんかお、あ、で癒しの太鼓っていうので侍は太刀をより城にして神の力を借り受けることで相手の命を吸い取れるようになる。なんか早なった動き。あ、これ回復してんのか。あ、ごめん、終わっちゃった。さよなら。鬼は許さないぞ。侍の道を極めれば目にも止まらぬ勢いで敵を切り伏せられよう。ほう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 。八幡の怒り。八幡の怒り。え、やば。え、霹靂一閃ですよ。クロードであろうと勝利の喜びは一しおだ。だが思いは言葉ではなく仕草で表す。仕草。あ、下にスワイプして妹。お、おお、いいやいいやいいや。侍にとっての宝は誉れ、そして主。こうした勇ましき者の英雄譚は後の世まで語り継がれることだ。弓取りは弓を得意とするクロード。つい弓兵ですね。遠く離れたところより狙いすました一本の矢で鬼を成敗する。なるほどね、いいじゃないですか。飛翔弓取り。クロードは人知を遥かに超える技を持つと信じられている。五感を研ぎ澄ますことで遠くから敵の居所を探ることができると。ひとたび高いところを制すれば容赦なく敵の頭上に矢の雨を降らせられよう。イノシシ殺しちゃうね。パヒュン、あ、パヒュン、パヒュン、なんでパヒュン。あ、間違えた。何これ。敵のムクロから道具が手に入ることもある。刀持ってるやんこの人も。でも弱いんかな、さっきのやつ。クロード、え、これ尋常ならざる速さで崖を登ることすらできる。ん、壁に張り付き。どういうこと。バスで壁に張り付き。壁どこや。いや、これ知ってるやつや。はいよ。戦の最中では島中の百姓も武家もクロードの働きに望みをかけている。そして貢ぎ物を置く者も現れた。これが貢ぎ物ね。拾う。弓取りは様々な矢を使い分け敵を仕留めることができる。例えば鎧をうがつ鋭い矢、そして火の神の力が込められた不思議な矢。火の矢あるわ。え、火の矢、火の矢を射ろう。ここに。え、どこに火の矢打ったらいいん。あ、またおる。何しようあいつ。草むしりしてんじゃねえよ。竹三日土が作ったという矢には敵をしびれさせる力がある。何それ。ん、おお、何これ。私は百発百中だ。強っ強っ。心を澄ますと敵の頭へと飛び立つ何本もの矢を一度に放てる。ほう、これが弓矢の弓取りの奥義ね。打ち連れのマナカ。遠くから狙い澄ます弓取りと異なり、近くは音もなく敵に忍び寄り瞬く間に命を摘み取る。あそこ行く。はいよ。四角はさながら夜の影。四角ね、忍者的な感じか。
敵を欺く怨行を身につけた。なるほどね、今のジンみたいな感じですね。俺がやっと、どうした、始まった。四角、何が違うんやろうな。月やで、月、綺麗な月。クロードは草むらに身を隠し、姿を見せるのは敵を葬る時のみ。背後から近づき、ささやくがごとく静かに。あら、闇討ちが得意なんですね。屋根から屋根へと素早く移り、三平の目をかいくぐる。この後ろの剣使うんかな。どうせと後ろの剣で戦ってほしかった。鍵縄を用いて軽やかに飛ぶ様は風に運ばれているかのようだ。おいよ。綱のような細い足場すら難なく渡ってしまう。すべては一つの手打ちもなく、これ別に四角じゃなくてもいけるよね。狙ったものに四角の特技は姿を消して目には見えぬ霊魂となり、瞬く間に敵を闇討ちすることだ。忍法霧隠れの術。もうこれナルト好きやろ絶対。この作者、作者っていうか作ってる人、ザブザやん。霧隠れってかっこいい。あ、弓拾った方がいい。これこいつも矢扱えるやん。結局みんな一緒なんか。こいつの好きなんやろ。そして奥義は闇に身を潜める死の神となること。イカズチのごとき速さで敵を切り捨てる。敵どこ？闇殺し。霹靂一閃、霹靂一閃、霹靂一閃。その場にあるものを生かし、隠れ、あやめるという兵術を編み出したことで畏敬の念を。ああ、なんか喋ってる。そして最後のクロードも、最後誰？他に劣らぬ働きを成したる勇者。対馬の民と少量のため太刀を振るった浪人だ。浪人ね。浪人は味方の傷を癒し、さらには死者を蘇らせたという。やば、総量的な感じ。ほんならこいつ回復担当か。じゃあ浪人が総量的な感じじゃない、ドラクエで言ったら。違うかな。クロードたちは仲間と力を合わせ、多くを語らず策を練る。ほんほん、え、押しながらスワイプ。あ、こっちだ。こっち。あ、なんやねん。あ、死んだ。仲間が倒れたとて、何してんの。決して捨ておいてはならない。蘇生、大事な地に印をつければ仲間もたどりやすくなるだろう。これさ、この人だけなんかな。あ、これね、さっき気になったの。浪人は獣の式神を呼び出して油断しておる。火星を命じられる。式神、うわ、ワンちゃん来た。え、撫でとう場合じゃないよ。行け式神。式神来てる。おお、犬強っ。あれやん、呪術廻戦やん、これ。痛い！式神。行け、式神。死にな、ゴミクソ。浪人に主はおらずとも、孤独に戦うわけではない。倒れた仲間を蘇生する？倒れた者がいれば、不思議な力で傷を癒す。おお、素晴らしい。僧侶やな、やっぱ。はい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 、頑張れ。あっぺよい。はい、さよなら。行ってきます。え、行っていい？あ、これ回復じゃないんや、下が。そっか、下が出すんや、この犬。かわいい犬やね、お前。
え、じゃあ足行ってきますね、お姉さん。くれ。さよなら。クロードは力を合わせ故郷を脅かす猛霊に立ち向かう。猛虎の勢が海と浜とを踏みにじる音に鬼が目を覚まし、対馬の村々を襲った。山からはあやかしが下り、古の墓所からは恐るべき怨霊が蘇る。何をするんやろこれオンラインで。対馬はかつてないほど英雄を求めた。任せな。さあわしの語りを聞いてくれ。後の世にこの話を伝えるために、知られざるクロードの忌憚を。忌憚か、忌憚でした。希少じゃなくて全部忌憚やったんや。じゃあ俺ずっと希少って呼んでた。これストーリー性あるんかな、オンライン。ん？詳細を確認。発動中。共通の能力。ああ、やっぱ共通の能力はあんねんね。特技と奥義が違うんか。近くの敵の体力を自動的に吸収。これ強いよね。弓取り。小範囲内の敵をよろめかせる矢を。クロード。うん、一定時間犬の式神を呼び寄せる。で、奥義が蘇生と。よろめきダメージを与える。毒霧の中に身を隠す。こいつかっこいいな、四角。四角でいきます？あ、物語を進めれば他の役目が解放される。ちょっと、侍やしな、今。俺四角でいってみよう。ふっ、いきます。ちょっとこのお面が惚れた。なんかナルトっぽくてよくね。クロードが残した数々の手柄、その一つをお話ししましょう。あ、装備とかある。楽しそう。技を変更。あー、装具、はあ、めっちゃ変えれる。かっこいい。これは楽しいぞ。 VFX？VFX ってあれな、編集技術のやつね。集合、観察、忠告。いや、これやろ、忍者やもん、僕。沈黙。あ、これ沈黙か。忍者の、なんか、忍じゃないんや。出陣？オンラインは何？あ、ごめんごめん、シリじゃない。オンラインの友達を見たな、今。よく聞こえませんでした。いや、ごめん。あ、なんもない。なんもないって。手柄、格付け。設定ね。どの話でも語りましょうぞ。これなんか何でもいいねんけどな。何でもいいっていうかさ、あのストーリーに関係ないやつがランダムマッチ、九死、敵衆を最後まで退けろ。あ、そうそう、こういうのこういうのがいいな。うん、これが多分、忌憚っていうのがストーリーっぽいね、これ。で、これは即興モードの九死。あ、無作為に選ばれた、これね。え、でも俺これがいいな。敵を多く打ち破れるほど。敵衆を最後まで退けろ。何が違う？あ、一緒か。ステージが違うんか。九死にしよう。何がいいやろ。集落の守り。恩衆の際。戦に迷う影。雪に咲く赤。どれがいいでしょうかね。あ、これ。まあ、1個目でいいか。これ。ん？マッチメイクあり。これしかないか。さすがの目利きですな。どの話にいたしましょう。あ、マッチ完了した。え、行くよ。めっちゃ面白そう。待って、ボイチャしてる誰か。今ボイチャのあれ見えたよ。敵襲15回、やばそう。どうなんのこれ。
霊源の新たかなカシネの森は戦に倒れた武士を傷んで植えた木々からなるという。ほうほうほう。しかし今猛虎がこの森にある木々を切り倒し船を作ろうとしている。攻めるんか。捕らえた対馬の民を乗せて遠い異国へ連れ去るための船だ。クロードは死した武士の魂と哀れな民のため立ち上がりちゃうか。二人侍か。お、すごい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 。猛虎兵に切りかかった。あ、礼してる。あ、剣抜いちゃった。あ、俺も礼したい。え、こんな感じでいい？みんなで進むんか。え、お前誰と一緒に行こう。こいつと一緒に行ってみるか。うわ、見つかったよ。クロードは敵を影に沈めた。やばい、あいつやばいな。助けるよ。スキュダチいたす。はい。えい。は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 い。ロードが切り返し、敵は破れた。ナイス。なんなんこのエリア。え、お前死ね。ちょっと恋の人についていこう。我が立ちを詫びよう言うてる。あ、このなんか船ってなっとんの全部なんかするんかな。なんかね、赤いゲージでここでなんかするんやろ。あ、なるほどね。ここにとどまってゲージみたいなの貯めるんかな。あ、で、これで、占領したってことかな？ほらほらほら、そういうことやろ。よくあるやつやん、あの、あれで。コールオブデューティーとか。あっ！あんま、落下ししよっと。チョリース。ここを制圧ね。さあ、来なさい。お前、俺ガードしようとしてた。いやいや、これさ余裕すぎん？このモード。俺はバリ強いよ。我がやる。ん？ここ俺制圧しとこう。じゃあいつら何もせんし。ほうほうほう、褒美が増えた。ちょ、俺一緒だ。お主に礼を言おう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。行くぞ。どこに行ったらいいのこれ。1回目の敵襲、来るよ。クロードには気の休む糸ますらない。来るんか。は？今黄色く光ってたけど敵は？あ、来た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 。めっちゃ来てるよ。助けて。やばいよこれ、カズ。お前ら何しとってん。はいよ。うっす先輩。ワンちゃん出てる。あっちか。次。やばいやばい、取られてる取られてる。え、これ守りきれんかったらどうなる。あそこ終わり。もうもしかして伸びんかった。あ、うっす。やばいよこれ、取られるんで。みんな早くて。え、あっ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 、何してんの何してんの。うわー、危ねえ。はいよ。まる相手である。おいや、えいえい、つい、あ、やばいやばい、浜がやばい。え、待って、待てやん。死んでもらうぞ。あ、これ毒切りね。いまいち覚えてない。取れたな。よしよしよし。オッケーオッケー、意味分かってきたぞだいぶ。あ、もう守りきったんか。
2回目の敵襲。さらなる敵勢が姿を現した。ちょっと体力やばいんですけど。うわうわ、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。回復していかんの。ここやな、次狙われたんが。うわ、めっちゃ来てるかな。使います。はい、せい、はい。次々と敵をなぎ倒す。解説が若干入るのね。無駄よお猿さんたち、死になさい。次は浜がやばいよ、浜がやばいよ。浜崖もやばいやん。こいつらみんな浜行くやろうから崖行こう。なんか余裕やな。余裕かこれ。どうなんやろ。今から無事なんのか。あーやばい、崖。やばい、めっちゃ数おる。死ぬ。やばい、これは。え、待って、早起きて、みんなこっち来てくれ。死ぬで。いやこれ死んだ、やばすぎる。やぶね、マジナイス。危ない、バカむずいやん。あぶんな。よくやった。いや、お前ら来るの遅いわ。何してんの？おっ、パイプ。ナイスナイスナイス。クロードの戦いはまだまだ終わりそうになかった。いや、浜取れてないぞこれ。うん、崖にみんな来るんか。お、崖？なんで誰も守らんの崖。アホすぎん？こいつら。来るよ、ここ来てるよ。はい、なんやこいつ。闇討ち。あ、取られた。え、めっちゃ強いやん。なるほどね、こういう戦い方もできるというわけで、ね、彼方から静かに敵を葬った。はいはいはい。うわ、こいつ強いぞ。はい、闇討ちかましていきます。あー、上、今度上や。遠距離攻撃で敵を倒せ、16秒。何これ、遠距離倒した方がいいんか。やばい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 。うわだ。はい、毒切り。それの真実が気がつかない。危ない。よし、あ、達成できんかった。しゃあない。ここったら回復するんかな。そういうわけでもなさそう。うわー、回復出してくれ。さらなる敵勢が姿を現した。回復してる回復してる。ちょっと回復してきていいかな。あれで飛び道具の補充を置いとく。どこや、どっから来るんや。こっちから来てそうやな。こっちかい。お前どっから入ってきた。2対1。はい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 。あー、次別のとこ来てるよ。ハンマー行ってきます。うわー、めっちゃおる。あ、外した、外した。飛び道具、闇殺し。はい、うんち、うんち。さながら死を運ぶ風だ。八幡の怒り。うわ、八幡の怒りしてる。あぶねー。あ、オッケー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 。次は切り抜けた？え、なんかおるやん、なんかおるやん。あいつ、お前太鼓鳴らすなよ、アホすぎ。はい、にであった。オッケーオッケーオッケー。あは、太鼓もったいな。どこ行こうな。船やな多分。次行くの、ちょっと船行ってきます。あ、誰か飛び道具補充してくれたら俺も補充されるの。あ
何これ何これ何これ。敵全員一の精鋭が送り込まれてきた。マジ？やばいんちゃうそれは。これ運んで。なるほどな。これ爆弾にできるんや。任して。俺運ぶよ。来てんねー。うわ、なんか強そうなやつおる。バカ強そうやん。味方ごと吹き飛びなさい。めっちゃしょぼい。やばい。浜がやばい。うわ、崖もやばい。あ、こっちか。やばいん、こっちか。うわ、やばい。急ぐぞ。俺らだけでも。あ、一人死によった。かろうじて精にしがみつ。一人死によった。おい、闇討ち。闇討ち遅い。来いや、槍兵。クロードは闇討ちできた。なんで敵の魂を運び去った。オッケーオッケーオッケー。行った行った。うわ、また来てる。ん？来てるよね、崖。狙われてるわ。どっから来る？うわ、来た。あぶねえ。ちょっと待ってください。やばいやついるよ。いや、やばいってこれ。いや、なんで俺一人戦わなあかんねんこれ。オッケー、一人やった。全然援護来んや。一人で行けたわ。刃を合わせる前から行った行った。誰さっきからなんか何これ死ぬって俺。お主に礼を言おう。ここでチクロットは助かった。チクロットは、はい、次どこやん。防衛地が復活した。次どこ行ったらいいの。あ、来た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 。また来るよ、敵襲。船か。これあと15回あんの。きつな。あ、15回じゃないわ。あと何回や。はい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 。別にどっか。俺あっち行ってきます。僕は頼んだ。イエーイ。これ何人かまばらになっとかなあかんな。でもこれみんなボイスチャット繋いでないからどうなるんかわからへん。連携が取れへん。あー、浜も来てるよ。誰か行って浜。やばい。はい、敵の闇討ち。不意に命が消えた。闇討ち。誰か。闇殺し。おい、霹靂一閃、霹靂一閃。なんで誰もハマ行ってない。やぶねえ。あ、味方吹っ飛んだ。やめろ味方。ハマおる誰か。これあ、いるね。天国来たよ。死ねゴミ。死ぬ、行った。なんで俺撃ってんのそこで。死ぬ、死ぬ。オッケーオッケー。ちょっと回復出してくれん。回復。敵の足音が少しずつ近づいてくる。行くぞ。これみんなでここ行ったらあかんのやろうな。いや、俺違うとこ行こう。かっこいいなぁ。来た、こっちや。あっちは頼んだ。俺は一人でこっちを。防衛地の中にいる敵を倒せ。2分32。なるほどね。ここの中に入ってきた敵を倒す。了解しました。さあ、ここに入ってくるまで待つぞ、俺は。わ、浜も来てるぞ。はい、闇討ち。
け取られることなく敵を葬った。いやこれきついな、一人は。やばい、これ終わった。ナイス、ナイスすぎる、そのタイミングは。オッケー、やばい、キミヘやっとこ。オッケー、ちょっとやばいわこれは。こいつマジ硬いな、水の型ないのがきつすぎる。戦いが終わり、クロードはタチを鞘に戻した。はいはいはい、鞘に戻す。無理、これ体力敵の遠兵使っていい、これ使うよ。これあかんのかな、なくなるのかな、これ。どこに来る敵、わしこっちのホールで。あっちは3人いったから大丈夫やろ。こういう感じでやらなあかんねんな、多分。大丈夫かな、崖。3人いったら大丈夫よね。こっち来てくれんかな、敵。来ないな。これ、背中の剣、マジで使ってほしかったな。来た、浜か。行ってきよっす。浜行ってきよっす。これ、太鼓1回使ったら、もしかしてなくなる？それは申し訳ないことしたぞ。でね、お中で倒せってアホお前。オッケーオッケー、そうそうそう、中で倒そう、中だよ。はいはいはい、痛い、はい、いけるよ、達成できる、もうちょい。いやー無理やったか、もう味方ルール理解してなさすぎ。そんなとこで倒しても意味ないよ。ああ無理やった。俺は船を守ります。これやっぱ太鼓一回で消えるっぽい。クロードには気の休むいとますらない。来るでしょう、クマの式神。近くの敵の炎上、敵の近くの敵が炎上、援護し、援護、あ、間違えた。お前は頼りになるな。うわ、崖か。うわ、ミスった、これやばいぞ。船じゃなかった、俺崖行ってきます。ポイン、来たー。うわ、船も来てる。結構めっちゃおるって。うわ、すごいすごいすごい、炎上すごい。うわっ、いたー。いや、お前らもうなんでみんな一緒のとこ来んの、ほんまに。もうなんでなんでみんな一緒のとこ来んの、ほんまに。はいはい、はい、いいよいいよいいよ。一瞬最後の一人を切り捨てて、クロードは束の間ではあるが安らぎを味わった。みんなどこ行く、俺ここおるよ、うん、だってみんな同じこと見ないって。行ってきます。うわー来た、強い奴ら来るぞ。これ豪の者がクロードめがけて突き進んだ。最高あるな、ここ覚えとこう。浜か、浜行った方がいいなこれ。いや浜2人いるな、2人じゃこれきつい。こっから矢打っとこう。来たかなー、わしんとこにも。やばいよー、助けてくれ。これはマジでやばいぞ、精鋭部隊が攻めてくんぞ。やんな、やっぱガキ光ってる。うわ来た、
が死んだ。やばい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 、やつらおった。しんどげ。はいはいはい、あっ撃たれた。あっ浜やばい。うわっ何この毒。うわっ来た。クロードは深手を追い膝から崩れ落ち、死んだ。動けんかってんけど俺。復活はして、ナイスナイス。やばい、あっち行かねば。なんか動けんかったぞ今。闇殺し、無駄無駄。いやこいつら一回じゃ死な。はい、うららら、ら全然切れてないぞ俺。うわ毒を受けてるんや。オッケー、クロード同士が手を組む。どうやって解毒すんの。まさに鬼に金棒だ。え、どうやって解毒すんの俺。あ、治った治った治った。あと1個むずいなこれ。どこ守るんやこれ。船か。次なる戦いに備えて、船来そうやな。船行っとこうかな。船降ります。船じゃなかった。ガキや。急げ。戻れ。ほれ。ポイン。ハマは頼んだ。あいつらに。来るよ崖。あ来た。えぐい。なんか強そうなやつおる。何こいつ。やばい。なんか絶対強いこいつ。こいつ一旦スルーしとこ。多分あんま倒せん。あぶんだ。何やこいつ。なんかそんな強ない。死になさい。仲間は刃の錆となり果てた。オッケーオッケーオッケー。ああ。なるな。オンに切る。お前は頼りになるな。ポイント可愛いねんな。敵の新手が姿を現した。ちょっと浜行ってきます。ああもう俺ここおろかな。あ行っちゃった。いったー、船行ってきます。行った。うっ、あっこんな状態で船行って意味ある俺。え、やばいよマジかよ。毒切り死なへん。これはまずいかもしれん。粘ろ。援軍来るまで粘るで俺は。あー来た。うわやばいやん、あっち。あ終わったかも。あいつ一人か。あいつ一人で死ぬやろうな。こっちはたまんだ。あー味方やばいよこっち。援護に来たなり。闇殺し。これで終わりでないことに。あれクロードは気づいていた。はい、ああ。いざ波乗り待ち。この敵は、うわうわ、それ欲しい、それ欲しい、それ欲しい。どこへ出してんの。いい武器。ああ回復したかった。あ俺も回復してるよ。さあ守りますよ船。
くんじゃねえよ。ファイン。あいよ。死ね。死になさい。死になさい。いや、これやばいがな。いや、これ守りきれるか。全部やばいぞ。ちょっと頼んだ、ここは。いけるか、あいつ一人で。信じた、わしをハマーを守る。うわー、え、みんな上行った。あいよ、お前アホ。いや、死なへん、敵が。はい、いやー、ナイスー。味方、こいつ強いね、ほんまに。よぶね、深い傷を負った。あ、やばい、あっち死んでる。やばい、これは、これやばいよ。あー、いつ死ぬ。あ、全員やってるやん、お前かっこいい。復讐は何も戦場に舞い戻った。かっこいいや、今の。敵の遠兵がやってくると知って、うん、また来るぞ。クロードは腹を据えた。いや、どんどん来るよ、うん、ほら、崖を守ります。姉さん、そっちへよろしく。もうすぐ最後やん、うん、ちょっとこれ運ぼう、運んで置いとこう、真ん中らへんに。来いや、ここから来る。うわ、来た。いや、あれ全然発動できん。はい、 OK。 あー、強いよ。闇殺し、鬼でさえ。うっす、クロードにとっては敵でなかった。どこや、あっちか。一人で戦ってる。届かんかったー、ミス。やばいよ、あいつやばいよ、助けるよ。マッチョレ、よく粘った。いや、これはえぐいわ。死になさい、おデブちゃん。強いやつまたおるぞ。あ、キュート、やば。うわ、まだおるな。あ、どっか弓兵おらん。え、おったおったおった、あいつか。お前どんなとこで攻撃したの、アホが。やばい、最終来るよ、最終来るよ。ここで休める、休んでおこう。ここ回復しとこ、回復しとこ。ごめん、ごめん。もういいよ。迫り来る敵の危険は離れた力でも感じることができる。ガキ行ってくる。ガキ行ってくるよ。こんなん隠れとう暇ないぞ。敵将どれや、こいつめっちゃ弱いんやけど。強かった、そうでもない。毒斬りです。ゴミクソが。ハマ行ってきます。やばいやばいやばい、めっちゃ止まるスピード速い。めっちゃおるんちゃうか。そうでもない。いや、かっこいい、強い。うわ、え、崖に急に集まった。な、何事これ。ハマがやばい、ハマか。
うお、ぶねえ。いや、ちょっと誰か、誰か来てくれな、無理。危な、うわ、火の向きになりよった。ナイスナイス、やばい、体力ない。あ、ここ取ったらいいだけか。終わり、どこ行ったらいいんや。崖に来るんか、敵。やばいよ、うわ、あ、これが俺だな。買ったん、かたじけない。買ったんか、助かった。クロードは手強い仇どもを打ち倒した。だが、誠の勝利へと至る道は長く、これはクリアなんですか。さらなる敵が待ち受けている。あー、30分かかってるやん、やば。疲れた、疲れた。いや、ロビー戻ろう、ロビー戻ろう。1回で30分ね、バカ時間かかるやん。さあ、ゆるりと伝承に耳を傾けてくだされ。あ、武具を改良できるようになった。オンライン3人手柄。あー、疲れた。ん、あ、俺四角か。お、か、お面入れた。おー、袴も、服も手に入れた。柄？ほーん。どれで買えるんやったっけ？これか。装備、武具。あ、武具もあるやん。あ、買えってことか、これ。木の値？ほんほんほん。合計の木の値か。ってこと？まあ、これ高い方が強そうやね。あ、これで、技とかがいっぱい増えるってことね。あ、俺、闇兵、槍兵に特攻の剣になった。まあいいか。強い方にしとこう。攻めの5歩。近接攻撃得意。これ。泥投げ。おー、いいやん。なんかいっぱい手に入れたぞ。技。100か。あー、全然いけるな、でも。闇討ちの威力が 30% 増加。うん、闇討ちの速さ重要。これめっちゃ遅いから、今なんか知らんけど。お面、お、かっこいい、こっちやろ。ああ、なんか普通の服みたいか、やめとこう。刀装具、おお、刀これかっこいいやん。手地肉林。はい、じゃあ今回こんな感じで終わりたいと思います。いや、長かったですね。皆さんご視聴ありがとうございました。以上、クリアスルジャイアン、バイビー。